ない長女のミクと次女のアスカです。お久しぶりです。お久しぶりですお元気でしたか？私たちは元気ですね。ね、元気にしておりました。はい、はい、で、私と会社の近況報告。パチ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 。さっきからちょこちょこ映ってるんですが、私結婚して出産してお母さんになりました。おめでとう。おめでとうね、はい、かわいい息子がおります、うん、今、ね、5ヶ月になりました、うん、かわいい、ね、寝返りとかもね、ちょっとしだして、うん、危ないです。ちょっと目が離せんくなってきたなって感じで、ね、で、ちょうどね、昨日、離乳食始めたりとか、ちょっと初めてだらけで、うん、ドキドキしながら子育てやっております。ねえ、ね、ちょっと一緒に出勤してね、うん、みんなで子育てをさせていただいております。はい、はい、会社の近況報告。はい、会社の方はですね、お家でお魚料理を簡単に、ね、できるようなミールキットを販売したり開発したりとかしてました。はい、ね、ここ1年、うん、1、2年か、うん、そんな感じでやってました。はい、で、なんかこれからはお家で、あ、こんな、なんか面白いような、ね、お魚料理とかをね、うんうん、アレンジレシピみたいな、アレンジレシピみたいなのを、ね、どんどん取っていきたいなという感じで思ってます。はい、ね、であとは健康についてとかを私たちがゆるゆるっと話しているような、ちょっと女子会の延長な感じです、うんうん、っていうのを撮ってますので、うん、またそれもね、楽しんでいただけたら嬉しいなと見ながら撮ってます、はい、ね、ラジオっぽい感じで、うん、なんか家事の合間と、合間っていうか家事しながら聞いてもらえるようなゆるい内容になっておりますので、うん、はい、お楽しみに、ね、ゲストとかも呼んでやってますんで、はい、うんうん、はい、はい、それじゃあまたね、今回は報告でした。はい、バイバーイ。次の動画お楽しみに。